こんにちは、原坂さんです。今日はね、ゴテチャ、ゴテチアの植え付けをして満開にする方法5選をね、皆さん伝えたいと思います。この花言葉は変わらぬ愛、静かな喜びっていうね、花言葉がついています。特性はね、初心者でも育てやすい花です。で、華やかな花色が多くね、透明感がある上品な印象なんですね。花が茎の先端に上を向いて咲いて、花持ちが良いので切り花としてもね、利用できます。これね、今花が、来年の春しか咲かないんで、今これを見てもらってますけど、とっても綺麗な花です。私ですね、今年咲いたんですけど、なかなか咲かなくてですね、ちょっと遅れて咲いたんですね。うちの花はもうめちゃめちゃ綺麗です。もうこんなだったらまた来年も植えるってことでね、去年は地植えを、ごめんなさい、今年は地植え、去年、地植えして今年咲いたんですけどね、今年はあっちに植えてみようと思ってね、今日は鉢植えにしたい、見たいと思うように思います。とっても綺麗ですよ、こんな花です。ショートアップというかですね、はい、これを植え付けていきたいなというふうに思います。今日植え付けるのはこの鉢ですね、スタンド鉢ですね、直径に1センチの鉢です。これに植え付けをしていきたいと思います。まず定番のボラ土をですね、はい、ヒューガの中粒ボラ、水あけがいいようになってますね。ちょっと揺すりますけどね、こんな感じ、下が見えないぐらいでいいかと思いますね。で、これにね、土を入れていきます。で、市販の培養土ですね、炭が入ってますね、根腐れしないように炭入りとします。土が入りましたんでね、ここにこういったものバグアンプってあるんですよ、元肥ですね。花を植え付ける際にですね、肥料が必要ですから、肥料はね、こう白い粒状タイプですね。これを混ぜて植え付けます。はい、ちょっとこんな感じですね。そしてこのゴテチャ、これをね、根鉢から取ります。結構固まってますね、こんな感じですね。はい、ほぼ安定していますね。で、まず下をね、軽く跳ねて、少しね、固まってますから跳ねて根が伸びるように。で、この表面をね、虫とか病気とかいる可能性があるので取ります。表面だけですよ、軽くね、軽く跳ねます。そしてちょっと揉むね。そしてこの真ん中にドーンと植え付ける、ドーンとね、植え付けます。まっすぐ植え付けます。そしてね、土を入れていきます。一応ね、回しながら入れていきますね。一応回しながら入れていく。これにね、まず植え付けたらすぐやることがあります。こういったもので消毒をやりますね。虫とかね、病気が来るんですよね、やっぱりね。ですから来ないように予防ですね。まず株元からしっかりやって、あと全体的に葉っぱもね、食べられちゃいますので、はい、まあ、これでね、植え付けの完了ということになりますが、皆さんはすぐね、水をあげてください。株元に優しく、
鉢底から流れ出るぐらい水をねあげてください。そして一旦乾かすというのがコツですね、一つ目のコツになるかと思います。棺ね、満開にする方法5選をね今から伝えます。5選、もうめちゃめちゃねこう咲くように今年は咲かせたいと思いますんで、まず満開にする5選の一つ目何かというと栽培環境なんですね。で、このご定地や水はけの良い平たい草が出ます。薄い花弁はね雨で傷みやすいんですよね。ですから開花中はね軒下で育てます。今年はねもうそのまま自由だったので、傷みました。結構ね、ですから今年は鉢植えにしたんですけどね、ということです。2つ目何かというと水やりですね。土が乾いたらねたっぷりと水やりをします。特に植え付け直後と開花中はね水切れしないよう表土が乾き始めたら水をやります。よろしいですか。これがもう2つ目のポイントですよね。3つ目、肥料です。元肥として少なめの環境性肥料を混ぜて植え付けます。で肥料が多いとね倒れやすくなるんですよね。で追肥も不要です。肥料切れの症状が見られたらね3月に液体肥料をねあ、げてください。4つ目、病気対策。せっかく作った苗がね春に地際付近から腐って倒れる立ち枯れ病になることがあるんですよね。でこれには注意してほしいなというふうに思います。対策を申し上げますね。過湿にせずに連作しないことです。例えば去年植えた場所に今年植えるとかですね、そういったことをやめてほしいなというふうに思います。5つ目、害虫対策。春にね新芽やつぼみに群がって汁を吸うアブラムシが発生するんですよ。で対策を申し上げますね。もう見つけ次第薬剤で駆除するしかないですね。ぜひね、観察をして、駆除してほしいなというふうに思います。今日はねとっても綺麗な花が咲くゴテチアを植え付けました。花咲かじいさんと一緒にね満開の花を咲かせましょう。最後になりましたがね、いつもコメントくれてありがとうございます。感謝感謝感謝なんですね。チャンネル登録しまた視聴して花咲かじいさんを応援しましょう。方法は今画面中央に私の似顔絵出てますからピッとねクリックするだけです。右側のベルのマークも押してください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でまた張り切ってお会いしましょう。